まず3番の川本です。今日最初のバーディーがこの3番でいきました。まずトップでね、スタートした中で最初にバーディーが来たのはね、大きいなと思っていたんですけどもね、はい、そして6番の川本です。パー3のティーショット189ヤード神越えのパー3、素晴らしいショットでした。このパットを沈めて2つ目のバーディーです。8番の尾関をご覧いただきます。パー5からのこのバンカーショット第3打、ここ、ね、距離があったんですけれども、はい、マークね寄せてきました。これを沈めて今日2つ目のバーディーで、バックナインに入ってとにかく動いていきます。まず11番のパー5、佐藤の第3打、ティーショットが、ね、右のバンカーに入って少し距離はあったんですけど、このショットも、ね、つけてきました。そしてこのバーディーを決めて、ようやく最初のバーディーがこの11番でした。振り返ってみると、このバーディーが一つ流れを変えたかなと思いますね、うん、でこの時にトップにいた川本がパーが外れます。3パットのボギーとなりました。12番パー4の大関、これがセカンドです。左足上がりからの上り傾斜の強い、この難度の高い12番です。素晴らしいショットでしたね、はい、でこれを沈めます。大関バーで12アンダー、この時点で武田選手と、ね、川本選手、大関の3人が並ぶという、ね、混戦状態でした。で14番外からですが、先に大関がこれを決めて単独トップに立ちます。13アンダーで、佐藤がこれ2打差にされたんですけれども、決め返した数字のバットで12アンダー、しっかり打ってきましたね、はい、15番です。パー4、佐藤のこのセカンドショット、86ヤードここから戻して、素晴らしい縦距離、嬉しいショットでした。川本のバーディーパット、これがね最後気持ちでね、はい、届かしたようなねパット、これで13アンダー。そして佐藤もこれを決めて13アンダー、なんと上がり3ホールに向けて最終組3人が並ぶという展開で16番です。で佐藤がこの外からアプローチ、これが決まって1人抜け出します。チップイン大きかったですね。これで14アンダー。川本はこの横につけてバーディーパット、惜しい、惜しかったです。そして17番、このロングバーディーパット、佐藤これを沈めて、もうこれが大きかった、4連続バーディー。そして18番、一番3人の中で近くにつけてウイニングパット、まずバーディーパットは外れますが、これを沈めて2打差念願の初優勝をつかみました。3年前の悔し涙をようやく嬉し涙に変えてみせました。